はようございます。FFC 重熊です。本日はなんとですね、9月の定期放流で、鶴漁業組合理事の渡辺俊夫さんにお話を伺うことができました。ありがとうございます。今年はですね、の流れ、活動の取り組みを簡単と、あと来年のですね、活動の予定と、抱負などをちょっと伝えていただければなと、視聴者の皆さんにもお願いしたいと思います。今年は3月15日の解禁から、月200キロから300キロ放流いたしました。だから1トン半ぐらいはね、9月までに放流はしておりまして、でそれともう一つ皆さんの期待に沿うように大物、多分何回か竿が折れたということは2、3回聞いてますけど、はい、そういうものを大物も放流して、だから大物も1000本ぐらいかな放流しました。まあ釣り人の人はね、たくさん来ていただければコロナの中でね大変ですけど、まあ感覚を取って楽しんでもらえればと思って一応努力しておりました。で、まあ、来年の抱負としてはまた去年同様にね、やっぱりたくさんのお客さんが来るように放流はしていきたいと思うし、まあ、コロナの関係もあるし、まあ、感覚を取りながらね皆さんで楽しんでいただければと思っております。まあ、来年も楽しんでもらえればね、期待してください。どうもありがとうございます。僕らも動画を通してね、釣りのマナーとかルールとかありますので、そちらご協力できるところはさせていただきたいなと思っておりますので、また来年もよろしくお願いします。はい、どうもどうもありがとうございました。渡辺俊夫さんでした。どうもご苦労様です。ありがとうございます。ご飯食べよ。たくさんご飯食べたっすか。あ、食べたっす。あ、出た出た出た。何それ。またじゃん。もうオープニング始まるって。ちょっと、お腹空いちゃって足が食ってないっすよ。マジ、しかも、マンゴー。マンゴー、これ結構好きなので、あ、どうぞどうぞ、取ってください。マンゴー、しげくまおすすめ。でももう始まるんで、食うじゃん、早く食ってください。あ、ちょっと食っていいですか。2、3枚ペロペロさせてください。すいません、ちょっとマンゴーいただきます。めっちゃ美味しいんで。某コンビニの新商品です。絶対うまいです。はい、マンゴーいただきます。好物です、これ。ちなみに、マンゴーアレルギーです。マジっすか。まあ、めちゃうま。食べた。食いしん坊、しげくま現る。チョコはなかったんで。すいません。おはようございます。FFC です。本日はね、9月の最後の定期放流ということで桂川にやってまいりました。はい、本日はね、しげくまさんと2人での聴講になりますけど、よろしくお願いします。お願いします。ね、今日は僕がしげくまさんに挑みたいと思います。え、そんな企画なんですか。そうなんです。この桂川のホームリバーとしている私に松尾さんが挑戦する。はい、今日はね、絶対勝ちたいと思います。よろしくお願いします。もう負けませんよ、頑張りますよ。で、対決内容はこちらになってます。それではね、行ってみたいと思います。はい、よし。ありましたんで、そろそろ釣り始めたいと思います。じゃあね、左右じゃんけんしましょう。はい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。あー、負けた。あー、やられた。うわー、ハンデが、ハンデが、人が多いと。あ、じゃあ僕、はい、じゃあ反対側の人が少ない方行きます。はい、じゃあそれじゃあ、1時間、釣り対決、はい、よーい、スタート。
さて、しげくまの初っ端は、イワナ狙いなんで、まあ、とりあえずブドウ餅かな、餌は。夏はね、釣り経験が豊富なんですよ。いろんな釣り知ってるし、マッツンはね、釣り年数から言ったら、物心ついた時からやってますからね。でも負けたくねじゃあ1投目いくらから。よっしゃー、釣れたー。一匹きまーす。よし、よいしょ、一匹きまーす。おお、おめでとう。じゃあ厳しいな。ぶどうか。言い訳考えとかないと。こっちだって、こっちで釣りしたくねえもん。やりたかったよ。よし、2匹目、多分飲んでると思うよ。綺麗。
よし、ブドウ虫で来た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 、ガムちゃん来た、こっちも来た、チーズで来た、チーズで来た、チーズで来た、ゼロ匹。今日難しいね、増水してて。ミミズないしな。釣れる気が全くせん。マッツンもあれから釣れてないかな。どうだろう。くしくも正面です。正面にシゲクマさんが頑張ります。よっしゃー、あ、いや外れた、ニジマスです。はい、3匹目今は当たりが全くない、気持ち悪い。見えたとしても、これは釣れんね。どうしよう。ちょっと待って、来た、
でかい。いやー豆100ないですね。26、そうね、26ぐらい。あ、いいサイズでも綺麗。あ、厳しいなこれ。そっち側に行けないっちゅう。何飲んだんですか。一人でなんか美味しいもの飲んでますけど、コーラでっか。僕の血液です。マジですか。どすごいですよ。大丈夫ですか。なんか白いのが出ますけど。そうなんです。ね、心がピュアな分、あ、ちょっとこっちは黒いもの油が、糖分が、はい、糖分摂取。皆さんも健康には気をつけてください。はい、はい、じゃあね、釣り動画、はい、あ、釣り対決、はい、釣り対決、はい、結果の方を、お、はい、じゃあホームの茂熊さん、はい、どうでしょう。え、発表しちゃっていいんですか。はい、あ、じゃあ、はい、じゃあ発表させていきます。はい、今回はですね、丸っていう感じですね。すいません、ゼロです。すいません、ちょっとなんか調子悪くて、ホーム本当ですか。だと思うんですけどね。まあゼロです。はい、松尾さんはちなみに僕ね、5つ釣りました。お、すごい。で、魚種が最初の1匹目、ニジマス。ニジマス、はい。イワナ。イワナ、はい。とくればニジマス。おっとっとっと、はい。ニジマス。で、最後に、はい、ヤマメの。コンプリ。26センチぐらいかなっていうぐらいの。ですね。釣れたのが、それで5つです。3種ですね。はい、今回の放流産業、釣っちゃいました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、まず早かったですね、1匹目もね。1匹目、すぐ3投目ぐらい来て、せじりの方からね、飛び出してきたので、いやー、面白かったんで、はい、見てて、ちょっと自分もね、負けないように頑張ったんですけどね、まあ、こういう時もあるさ、そうですね、まあ、フォームだけに油断もあったのかなっていうところもあるんでね、はい、じゃあね、今回の対決はこれで終わりたいと思います。はい、終わりたいと思います。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくです。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。